はい、久しぶりでもないですね。海外でやったかな、インスタライブ。はい、お、ジェイコブだ、ジェイコブ、久しぶりだな、ジェイコブ。いや、ジェイコブがいつも、ジェイコブってミルウォーキーのあの、ルーファースポーツでトレーナーやってた、あの、キックのトレーナーの人なんですけど、めっちゃいい人で、アメリカ行った時ずっと仲良くさせてもらった人なんですけど、あの、TikTok 頑張ってやってるんで、皆さんぜひ見てみてください。僕の、あの、一応あの、存在してるアカウントで、あの、ジェイコブのことフォローしてるんで、はい、まあ、僕のインスタから飛びます。はい。はい、ジェイコブ、面白いんで。ジェイコブになんか一番面白い、なんか一番面白いっていうか、一番こうなんか一番こうひどいその悪口っていうかさ、なんか一番こうちょっとこう卑猥なっていうか、そういう言葉をこう教えてくれみたいな、やっぱそういう日本人あるあるね、こう日本語を教えてこうなんか変なこと言わせて楽しむみたいな、よくあるじゃないですか。やっぱ外国人ってみんなやっぱ日本語でそういうの教えてくれみたいな、やっぱみんな聞いてくるんで、だ僕はデブマンコって教えたんですけど、その時期、一時期ジムの中でめっちゃ流行ったんですけど、なんか教えた自分が恥ずかしくなりましたね。3月3日にあれです。ポップアップ、インスタグラムでも宣伝したんですけど、あの3月3日に渋谷でポップアップイベントを最後アイランド行く前に開催します。はい、ぜひ皆さん渋谷まで来てください。こういう、はい、まあこういうグッズ系の T シャツもあるけど、普通に自分のブランドの新作の洋服も何点かこのイベントのために用意してるんで、結構まあ楽しいイベントに多分いつもと違う感じになると思うんで、はい、楽しめると思います。はい、まあ、こういう応援グッズ系の T シャツとかもね、一通り全部あるんで。何の手術をされるんですか。何の手術っていうか、まあ、あんまりこう別に僕もそんなに恥ずかしくないんで全然言えるんですけど、シンプルに痔の手術をします。はい、あれなんですよ、こうその痔って言ってもよくあるイボ痔とかキレイ痔とかそういうのじゃなくて、一回痔瘻って言って痔に一回僕海玉ってなんか切開したみたいなの言ってたじゃないですか、めっちゃ痛かったみたいな。で結局それ根治治療みたいなしないと、海外行ってる時とか再発した時にこうとんでもないことになるなっていうか、練習で例えば海外修行行ってそんな痔で病院行かないといけないとか切開しないといけないとかになったら、向こうで病院とか行ったら大変なんで、根治治療をちょっとアイランド行く前にしちゃおうっていうので、ちょっとすげえ怖いんですけどね、結構かなり痛い手術って聞くんで、だから全身麻酔でやってくれるとこじゃないと絶対無理だなと思って、保険でできるとこで探したら局所麻酔とかでしかその自動手術ってできなくて、で腰になんか骨盤になんか長い細長い針刺してやるなんか麻酔とかもなんか超痛そうと思ってで全身麻酔でできるとこ探したら保険使えないんですけど実費でできるとこがあって、クソ高いんですけどもうそこでしょうがないなと思って予約したんですけど、今週末手術なんですよね。結構割と頭の中で今それがずっと離れられないですよ今週。やっぱりはい、何とか気を紛らわそうとしてるんですけど、全身麻酔自体も僕も初めてなんで、ちょっと、あれなんですけど、試合が、まあ、とりあえず、終わったタイミングなんで、その前回の試合前にやってしまって、で、試合の翌日に、結局やっぱ、
また再発しちゃって、それすげえ痛く、痛いんですよ、その痔瘍っていうの。めっちゃ痛いんですよ、その海たまんの。結構こう、ほんと、気が滅入るぐらい痛くて。ポップアップは、3月3日です。皆さんぜひ、覚えてください。こういうブラックローズとかの、こっち系の T シャツもあるっすけど、新作の、アイテムも、たくさん用意してるんで、ぜひ、来てほしいなと。多分お昼ぐらいからスタートすると思うんで、場所自体はバイヤっていう渋谷の、渋谷パルコの前の、クラブでデイイベントみたいな感じでやるんですけど、未成年でも入れるので、ぜひ、家族とかでぜひ皆さん来てください。はい。で、いつもと今回は違ったような感じのイベントっていうか、いつもは洋服屋とか場所、イベント会場を借りて、やってると思うんですけど、今回のクラブで、やるんで、結構そのルイ・ヴィトンとか、ボッテガとか、結構そういうボッテガって結構フェンディとか、結構そういうハイブランドとかもそのバイヤーでポップアップしたりするんですけど、結構すごい内装もかっこいいんで、はい、全然来るだけでも楽しめるイベントになってると思うっす。はい、ファストパスとかはないんで、はい、先着順になってしまうんですけど、ファストパスとかないんで、ぜひ、来てもらった順に、入ってもらえたらっていう感じで、まあ、ちょっと結構並ぶとは思うんですけど、はい。で、それではやっぱぜひ、皆さん来てください。はい。アラビア人多い。確かアラビア語のコメント多いっすね。でもすげえ多いじゃないですか、多分こう、外国人のコメント。エジプトでも、エジプトのファンに囲まれたし、この間、マイアミビーチでも、アメリカ人のファンの女の子に声かけられたっていうか、意外に世界で、意外に知名度あるんですよ、俺。いや、俺マジ声かけられて、俺本当に俺と思って、本当にって聞いて、本当に俺のファンで、みたいな言ってて、嘘でしょと思ったけど、はい、意外に世界にはいるんですよ。はい。うん。萩原勝てると思いますか？なんか、まあ、勝った方が面白いと思うし、勝ってほしいとは思うんですけどね。意外にでも、判定で勝ったりするんじゃないですかね。意外に、なんかダウンとか取って。でも、その武田がどこまでフェザーが切れて、そのパフォーマンスが、あれですよね。その、なんていうんだ、維持というか、なんだろう、パフォーマンスが爆発するのかっていうのが、やっぱまあ、気になるところではあるんで。まあ、普通に楽しみな試合ではありますね。彼女本当に可愛いですね。ありがとうございます。大丈夫かな俺。なんか靴好きの人とかに変な裏着買わないかな。なんでかいからな、武田。龍神、今日好き出てる。ジョーが出てたやつですよね。はい。いまだにっていうか、たまに僕も言われますよ。今日好き見てました、みたいな。出てねえわ、ほんと。たまに言われますよ。出てねえわ、と思って。だから前それ京介見てましたみたいな感じでよくわかんない人に声かけられて、いや出てないですって言ったら、いやいや嘘じゃないですか、見てましたみたいな感じですげえしつこく言われて、いや本当に出てないですって言って、
いやいや、知ってますよ、みたいな。見てましたから、とか言われて。まあ、多分、違う番組と勘違いしてると思うんで、狼くんのことは言いたいと思うんだけど、今日好きにやって出ないから、もう出てないですって、ちゃんと正直なこと言って。よくわかんない、水かけしたことあるっすね。よくわかんない、ファンと。朝倉会 UAC どうですか。どうなんですかね。でもまあこれは全員言えることですけど、全員誰が UAC っても可能性は全員あると思うんで、人間同じ人間だってなんで、はい、だからなんていうんですかね、こうそういう日本人がこう増えてくると自分もこうワクワクしてくる部分はありますね、やっぱり。元気が出てきたなみたいな。アラビア語しかコメントがないの。タツキ今どこにいるんですか。タツキはジャマイカになんか修行行ってくるみたいな、ジャマイカの田舎に修行行ってくるみたいに言ってて、本当に大丈夫なのかなと思って、であいつカード持ってないんで、僕が現金化して多分旅してるんですけど、僕がこうちょこっと持ってきた現金だけ持ってジャマイカ旅してて、で俺そのカリブ海側のそのリゾート地じゃなくて本当のヤバい方のジャマイカの方に行くみたいなの言ってて、で結構それ本当にヤバそうじゃないですか、そのジャマイカの、そんな僕のイメージはジャマイカって本当拳銃持って走って追いかけ合ってる人がいるみたいなイメージなんで、そんなヤバくねって思ってたんですけど、あいつ甘ったれてますね。はい、あいつジャマイカ行って俺もっとやばいところで修行してくんのかと思ったら、あいつ日本人とつるんでますね。あいつ留学先で留学生としか絡まないやつみたいになってますよ、あれ。はい、まあちゃんとジャマイカの文化感じてるんだと思うんですけど、まあちょっとそれ見て安心しましたね、逆に。はい、結構やばくねって思ってたんで。ブレスレット、あ、ブレスレット、これです。いい感じです。オーダーしてたやつが。レインボーで。めっちゃいい感じ。で、今年からJ リーのブランドをちょっとずつ、やっていこうと思うんで、洋服と別で。で、ちょっとそっちも、楽しみにしておいてもらえたら嬉しいですね。結構かなりかっこいいと思うんです。はい、結構まあブランドネームとか大体決まってきて、大体どんなようなものデザインとかどういうものを作るかとはやんわり決まってきてはいるんですけど、ただまだ実態というかものがないんで、説明のしようがないんで、ものができたらまたインスタライブで紹介していこうかなと思います。結構まあシルバーアクセとかでやっていけたらいいなっていうので、はい、竹の塚地元っすね。タツキはレゲエが好きです。はい、3月はブラッククローズのメンバーも来るんじゃないですかね。はい、来ると思います。アンポとかも来るんじゃないかな。昔アンポが去年アンポがポップアップ、洋服のポップアップやってて、俺がカッパ巻き1万円分送りつけたら、あいつめっちゃ切れて、あいつ受け取り拒否してきましたね。はい、こいつ本当ノリ分かってねえなと思ったんですけど、はい、はい、普通に1万円分おごったのに拒否されました。そしたらその後なんか偽造メッセージみたいなの使ってめっちゃ俺のことディスってたけど、ダメージゼロでしたね、僕からしたら。もう元々そういう人間だって思われてるんで、全然期待されてないから、あんまり俺、かっぱ寿司のあれ、かっぱ寿司じゃねえや。
カッパ巻きの、あれでそんなに炎上食らわなかったですね。もうちょい炎上したかったなと思ったんですけど。炎上っていうか、カッパ巻き送って悪かったのはあいつだろうって話じゃないですか。で俺、おごりましたからね、1万円分。おごったのに、あいつ、受け取り拒否して、だったら、普通に受け取って、会場のファンの皆さんに僕は食べてほしかったんですよ。その先の先を行くその考えで言うとね、わかる？まさかアンポにさ、カッパ巻きをさ、1万円分まあ食わせても面白いけどさ、その届いたらさ、まあ、ファンの人に、じゃあぜひ、よかったら食べたい人食べてくださいみたいな感じでさ、やったらさ、おもろいかなと思って、そういう発想になるかなと思ったんですけど、ちょっと俺の考えすぎてたっすね。考察しすぎた。もっと単純なことをあいつにしないと、あいつで多分物事を読み取れないのに、ちょっと俺があいつを信じて、難しいちょっと、パスを送っちゃったっすね。あの頃は本当に仲悪かったっすね。今はなんか、アンポと、年末 MMA の挑戦期なんかで動画撮ったりとか一緒に練習したりとかして、今はまあ笑って話せる仲になりましたけど、アンプともめちゃくちゃ仲悪かったですからね。はい。ちょっと思い出すだけでちょっとくだらないですけどね、お互いに足の引っ張り合いをし続けるっていう。で、ある時期から、アンポが、ツイッターで、僕が、リポ送っても、返してくれなくなったんですよ。まあ、それは、自分の戦略がバレてしまったっていうか、僕のツイッターのいつもの戦略というか、僕ワンパターンなんですけど、まあ、最初、なんかこう、噛みつきやすいツイートをして、で、その相手が乗っかって、こう、その言葉を、落とせて、もう分かりやすい、要は絶対こう言われるだろうなってことを言ったら絶対それまんまと乗っかってくるんですよ、大体の格闘家は。でそうなった瞬間に ここぞとばかりに待ってましたと言わんばかりにめちゃくちゃこう2つ目の返事でめちゃくちゃこうディスるっていうのがその僕のモットーだったんですよ。そのなんて言うんだろうな、まあ、定例ってか、いつものね、だるがらみというか、だからそれがバレて、全然最初の、リプ動画に返されなくなって、はい。次第に誰も僕のツイッター返してくれなくなりましてね。はい。あれはあれで面白くなかったですね。はい。いや、面白いは面白いけどね。はい。朝倉未来もツイッター辞めちゃいましたもんね。ツイッター面白いですけどね、でも本当に。天才が多いのとバカも多いっていうか、で世の中何でもくだらないもんだなっていう感じですよね。ちょうどでもよくないですよ。ツイッター見てると、本当くだらないことを気にしてる人間ばっかりだなっていうふうに思うっすね、やっぱり。はい。アンポが焼肉ゆっちゃんとかで女くどいてた時はめっちゃ懐かしいですからね。タツキとその前日、アンポと3人で言い合ってて、まさか言い合ってた、ツイッターで言い合ってた次の日、焼肉屋でまさか遭遇すると思わないじゃないですか。面白かった。さすがに笑っちゃいましたね。アンポも笑ってたけど。はい、アラビア語ちょっと多いっすね。サインどうしたらもらえる？サインとかは、3月3日のそのイベントに来てもらえたら、はい、書きます。はい、僕のポップアップはファストパスとかはないんで、先着順に並んでもらえたら、はい、助かります。すいません、ファストパスとか用意しなかったんで、はい、まあ、いつもね、入場料を
僕のポップアップの場合は、撮ってないんですけど、今回バイヤーでやるっていうイベントみたいな感じで、もしかしたらドリンク付きみたいな感じで、入場料が今回もしかしたらかかってしまうかもしれないんですけど、ただ全然そんなすごい高い値段とかじゃなく、コスパよくというか、プライスは抑えてやろうと思うんで、はい。ナスカ天心の弟、京介出てるよ。あ、その、リュウジですよね。はい。逆に天心が、恋愛リアリティショー出てるとこ見たいですけどね、僕は。面白そうじゃないですか。天心が出るペロペロハウスがめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。絶対面白いと思うんですよね。天心がペロペロハウスで、多分めちゃくちゃ面白くないですか。リアルに多分500万再生は絶対いくじゃないですか。面白いと思うんですよ。頭の想像で、もう530万回再生ぐらいされてますね。はい。天心と仲直りしたの？いや、別に何も、はい、ないです。はい、何もないです。ペオブロハウス、わかります？皆さん、AV 女優が混ざってるみたいなやつです。カニエのアルバムやばかったっすね。やばかったっすね。カニエのアルバムかっこよかったっすね。BKC。まあ、タツキが多分、ベアナックルの方の試合は多分、もしかしたらチャレンジっていうか出る感じになるのかな。わかんないですけど、非常に楽しみっすね。はい。出るとするならば、このマクレガーのビールの会社もベアナックル多分スポンサーみたいなついてるっすもんね。だからラウンドガールの洋服とかにこのマクレガーがインスタ載せてたんで、あれ会場いんのかなと思ったんですけど、あ、スポンサーついてるからかと思って、だから会場にみんないるってめっちゃ来たんですけど、このマクレガーは来てなかったんで、ただ多分ベアナックルのスポンサーをやってるっていう感じっすね。天心の親父ってやばいですか？あんま天心の親父のこと言うと僕、訴えるとか言われかねないんで、まあそれはそれで面白いですけど、はい、天心のお父さんは、はい、いい人です。はい。はい、めちゃくちゃいい人だと思います。はい、世間的には。はい。僕はあまりいい人だとは思わないんですけど、はい、まあ、向こうもね、俺のことをいい人だと思ってないと思うんで、お互い様ということで、はい、お互い様っていうことで、はい、まあいい人ではありますね。はい、社会的にはいい人って言われるんじゃないですかね。いい人、やばい人ってことです。まあ、それが一番正しい表現ですね。
アンプはライト級でやるじゃないですかね。フェザーだとちょっとでかすぎるのかなっていう。あ、すげえでかいっすからね、やっぱ実際。いや、トラビスのライブはやばかったっすよ、もちろん。太った。そんな体重はかかってないっすかね。口が乾燥すぎて、めっちゃ腫れてますよ、口が。新作の方にもう紹介したいんですけど、物がなくて、ね、イベントの前に多分完成すると思うんで。アイルランドは自動手術が終わって、しばらくちょっと少しだけ激しい運動ができないんで、切ったりするんで体を。だからそれが馴染んでからで、3月の、1週目とか予定で多分行く感じになりますね。カニエ、はい、カニエは神ですよ。マジかっこいい。これはリズムか歌詞どっちが大事だと思いますか？どっちもじゃないですか。わかんないけど。まあでもやっぱリズム、大前提でやっぱ音楽がかっこいいっていうのがやっぱ大事なんじゃないですかね。音がかっこいいっていう。歌詞も大事だけど、やっぱ音、大前提音だ。まず音、メロディーじゃないですかね、やっぱりね。トラビスも歌ってる曲ありましたね。慢性鼻炎ですね。まあちょっと、あれですけど、ちょっと2月っていうか、花粉っていうか、最近やばいっすね。くしゃみが止まんないっすね。ブレゼットブランドっていうより自分の友達に言って、オーダーしてもらったっすね。いや、これいいっすよね、ちゃん。キックはしないです。キックはまあ今のところもうあれですかね、やらないですかね。今のところっていうか、まあガチでやることはないですね。エキシで今後なんかね、ふざけた試合とかで、もしどっかで稼げる試合があったりとかしたら、もしかしたらあると思うんだけど、でも多分キックなんで、そういう試合って組まれないと思うんで、今みんなそう思っちゃってるし、だから現実的にないと思います。リビちゃんとコラボしてるんです。同じ家でコラボしてて頭いかれてるでしょ。夜空中村はどんな展開になると思う？どうなんですかね。まあ普通にボディとか聞かせて、上の攻撃でダウンとか取ると思うんですけど、でも中村がもう気合で、根性でっていうか、気合でやっぱ
猛反撃みたいなのしてくると思うんですけど、後半戦結構集中力が大事になりそうな試合になりそうですよね。まあ、でも與座選手が勝つんじゃないですかね。はい、キャップもイベントで売ると思います。マイアミのクラブめっちゃすごかったっすね。シングテクニックは中野の方が良い気がする。まず蹴りが入ってくると全然違くなりますからね。一番最初に入れたタトゥーは手に入れますね。モルカナ対トプリア、意外にトプリア勝ったりしてね。いや、トプリアも強いっすよね、めっちゃ。ボルカナもめちゃくちゃ強いけど、トプリアも強いっすよね。意外にボルカナ絶対って思われてる、こういう時に意外になんか、トプリアが勝っちゃったりするんじゃないかなみたいな。はい。意外にですけど、そういう時ってあるじゃないですか。おいで。いいじゃん、おいで。はい。はい、彼女の連れ犬のゆずちゃんです。ゆずちゃんかわいいっす。ゆずちゃんって言います。はい、多分おやつをねだりに来たっすね。はい、僕はいつもおやつあげてこの椅子に座ってるんで。でも仮にトプリアがボルカーに勝ってもその後ホロウェイには負けそう。わかるわ。なんだかんだやっぱホロウェイがチャンピオンのところ見たいっすよね、やっぱり。まあでもボルカノがホロウェイになんかもう試合しないでくれみたいに言ったのはちょっと笑ったっすけどね。まあでもちょっと楽しみっすね。結構トプリアはマジで、いや、柔術家かって思えないほどのやっぱ打撃すげえ強いんで、やっぱ試合見ててもトレーニング動画とか見ててもやっぱすげえうまいっすよね。キックボクサーみたいっすもんね。でもボルカノもっていうか、ボルカノは全てやっぱやばいんで、やっぱフィジカルがやっぱ相当なんかもうちょっと桁違いのところがあるのかなっていう部分はあるっすよね。だってオルテガに失神させられるまで首出だと失神するレベルので首絞められてたのに多分耐え切ったわけじゃないですか。なんか科学的になんかありえないみたいな。だからやっぱこう、一般常識には考えられないその常識がボルカノにはあるんで、ちょっと、はい、ちょっとなんていうんですかね。あ、やっぱ結局ボルカノ最強だったんだな、みたいになったりするのかなっていうと、まあ、あと、
アイルランドに行くのがめっちゃまあ楽しみで、コナー・マクレーガー、本当実際僕も会えるのかなっていう感じなんで、まだ全然こう実感もないし、本当に会えるのかなみたいな感じであるんで、もし本当に会えた時の実感。まあ、あとコナー・マクレーガーがファイトキャンプに入るって聞いたんで、だそのタイミングで行けるっていうことがやっぱ一番めっちゃいいのかなと思うんで、タイミング的にはベストなんじゃないかなと思うんで、まあ、楽しみですけどね。ただ何やともあれ、本当ケツの穴の手術をしない限り、激しい運動僕今できないんで、ちょっともうマジで本当にかったるいですけど、今週末、手術してきます。結構終わった後とか痛みとかあるみたいで、そもそも僕全身麻酔初めてなんですけど、尿道に管みたいなの入れるじゃないですか、全身麻酔って。確かそんな長く手術しないのかな、だとしてもやるじゃないですか多分。もうそれが怖すぎて、めっちゃそれが怖いっすね。K1 のフェザー級のチャンピオン、郡司大斗って、同い年のね、僕の友達の K1 ファイターがいるんですけど、そいつめっちゃバイクで事故りまくってて、で、しょっちゅう全身麻酔使って手術してるんですけど、めっちゃそいつ試合前とかでも平気でめっちゃ交通事故を起こすんで、バイクで。まあ、今はもう多分それないと思うんですけど、昔結構交通事故を起こしてて、その時もチンコの管を抜かれる時が一番マジできついって言ってて、クソ痛いみたいに言ってたんで、尿道カテールでしたっけ？あれ？尿道？尿道なんとかみたいなの言うじゃないですか。すげえ怖いっすわ、マジで。電子麻酔の尿道やらないですよ。あ、マジで？やらないのかな？もしやらないんだったら、全然いいんですけどね。ただ、ケツの付近っていうか、初のメスが、ケツって、結構、自分的にも情けないですけど、まあ、本当に笑い事じゃないぐらい痛いんで、